フォレスト・ウィテカーはアメリカ合衆国の俳優。テキサス州で生まれ、カリフォルニア州ロサンゼルスで育つ。フットボールの奨学金を得て、カリフォルニア州立理工大学ポモナ校へ進学するも、オペラ歌手を目指しクラシック音楽と演劇を学ぶために、南カリフォルニア大学に編入した。舞台とテレビドラマを経て、初体験、リジモント杯で1982年に映画デビュー。 プラトーニア、クライングゲーム、スモークや、グッドモーニング、ベトナムなどの映画で印象的な演技を披露し俳優として着実に評価を高めていく一方で、複数の映画で監督や脚本、制作を担当した。1988年のバードでカンヌ国際映画祭団優賞を受賞し、また2006年のラストキング・オブ・スコットランドでは、ウガンダの独裁者、 イディアミを演じ、この演技で第79回アカデミー賞、主演男優賞や、ゴールデングローブ賞主演男優賞を、はじめ、各映画賞の主演男優賞を独占し、アフリカ系アメリカ人俳優としては、史上4人目の受賞となった。ブローンアウェイ、復讐の序曲で出会った女優の経営者ナッシュと1996年に結婚し、二人の子供がいる。ありがとうございます。